なります。ダイビングヘッドでクリア。ここはうまく体を入れ替えますがファウルありません。小出から縦にというところですがここは引っかかりました。あ、チャンス、さあチャンスを迎える金沢。清原が行く、左足狙った、決まった、ゴー、先制ゴールは清原翔平。前半5分ミスター制限金沢清原総集に早くも先制ゴールが生まれました。ちょっとした隙を今つきましたね、実に17試合ぶりのゴールになりますね。今シーズン3点目、ここは見逃さなかったですね。落ち着いて利き足の左足で決めてきました清原。清原選手この辺りの得点感覚非常にありますから、やはりこう1対1とかの、あのシュートの確率非常に高いと思うんですね。今藤村